よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。自己紹介してもらっていいですか。はい、じゃあ新一くんからいかない。はい、おみくりん新一です。 R1 グランプリ2022チャンピオンです。よろしくお願いします。そして私の名前は白木、どうも、白木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい。グレープカンパニー、はい、はい、同じ事務所です。いやいや、ほん、はい、仲いいよね、2人。あ、そうですね、はい、今日若槻さんの展示会、はい、俺若槻さんにインタビューしてたら、はい、12時ぐらいにいらっしゃるっていうかがあって、はい、じゃあせっかくだからっていうことで、はい、2人で来たの。あ、そうです、はい、はい、そうです、ね、本当に。どっちが誘われたんですか。いや、私が、ちょっと若槻さんが、このイベントがあるっていうので誘っていただいて、はい、若槻さんが白木さんのファンなんですよ。なんか聞きました。すごい嬉しい。はい、こんな芸能人が、著名人がやってくるんです。というのも、まあ1組目が2人ですから。かつ一部トップバッターですか。トップバッターですから。いやちょっとなんか申し訳ないですね、逆に私たちがね、最初に。あれ、俺と若槻さんはドッキリグランプリで、うん、スタジオで、うん、あーしらきのね、うん、ドッキリチームあーしらきのドッキリを2人でも他の演者が笑うように導き笑いを助かります。いや、私常に導くように。いや、ほう、何言ってんのかよく分からんけど笑ってるっていう、はい、誘い笑い、ずっと誘い笑いしてる、はい、助かります。大きな企画になりましたもんね。それでドッキリグランプリ、もうそれがめちゃくちゃ助かってるんですよ。もうドッキリグランプリのおかげで。分かる。そう、あと本当東野さんがちゃんと笑ってくれ、はい、もらえるようにちゃんとなんか導いてるのも見えますし。見えますか。めちゃくちゃ見えてます。あの発言はオンエアされてんのかな。あーしらきさんの最初だけ登場で喋って、はあ、あとはあーしらきのキャラクターやけど、はい、一番端っこで、はい、一言も喋れない。されてました。されてました。台本もめくってないやつ。仕事してないみたいな。バラエティの手であれの女性タレントに、はいはい、あーしらきを、はい、奪われて。そうです。権利だけ取られるやつですよね。権利だけ取られるっていう。あれはいいですか、しらきさん。いや、でも私は、あの二人のおかげで出させてもらえてるような感じがあるので、はい、あれひどいっすよ。まあなんかいいのかなと思って。なるほどなるほどね、はい、だってもうね、本当は喋ってるんですよ。私も喋ってるんですけど。え、喋ってるけど、あのなんか、いや、その喋ってるんすか。はい、この間の学校の企画覚えてます。覚えてる。あれで、だから、あの登場して白木さんだけマイク渡されなかった。え、マイクないと声が通らないんですよ。当たり前じゃないですか。体育館で体育館で肉声でやってるんですか。肉声というか、あのなんかマイク渡されてるからもう喋んなみたいな状態で、もう菊池亜美さんと野呂さんに任せみたいな。進行がもう亜美ちゃんで、もうでそうフォローが野呂さんみたいな、ボケみたいな。あ、まあ生徒とか先生とかのフォローするっていう、はい、白木さんはもうマイクがないんで、マイクないんで拾ってないみたいな、はい、だからこっちはお笑いファンからするとね、喋、はい、らせろしなきゃにっていう。そうです、僕も思いました。思いました。僕も同じ気持ちでした。あともう一つ、俺が言ったわけじゃないですけど、はい、若槻さんがさっき言ってたんですけど、はい、白木さんとその言うたら、まあまあ3人で、ああ白木のチームで、はいはい、まあ、ちょっと昔の ABEX の言うたら、うー、なんか、うん、ユニット、はい、ね、うんうん、なんかユニットチームみたいなスリーショットでジャケットっぽい写真いっぱい撮ってたんです。撮りました、はい、3人で3人でちょっとね、はい、昔の80年代90年代のジャケットっぽくいっぱい撮ってたんですよ、はい、かっこよくこう真顔とか、うん、ちょっと3人ちょっと奥行き見せて、うん、でそれたくさん撮ったんでしょうね、うん、白木さんすごいインスタに上げてるんですよ、うん、で他の2人一切インスタに上げてないひどっ。いや、でも、白木さん、これ悔しいっすよ。白木さん、俺悔しいっす。ちょっとそれバレてるんですね、やっぱ若槻さんとかには。若槻さんが見てるんですね。さっき喋る前、ちょっといいですかってブワーって、これ、ね、これ白木さんのインスタこれなんですよ。でこれ、丸々さんのインスタ、なんか家庭的なやつとか、ファッションやつ、一番負けてないんですよ。それバレても恥ずかしい。皆さんチェックしてください。見てる方、白木さんのインスタと白木の他の2人のインスタ、はい、全然違うんです。俺こんなことあってんかって。いや、確かに、え、
そんなことになってるんですか今。1枚も上げてませんもんね。1枚も上げてないですね。何枚写真撮ったんですか。いや結構撮りましたよ、ね、なんか2人が、でもそれに関しては言わせてください。2人が、そのアミちゃんとかが普通になんか名前言ってません、俺ずっと名前言ってませんでした。アミちゃんって誰ですか。パフィーのアミさんですか。違います、菊池亜美ちゃん。菊池亜美さん。菊池亜美ちゃんとかのろかよちゃんとかが。のろちゃんって誰ですか。のろかよちゃんですよ。のろかよ AKB の3人で写真撮ってましたよね。撮りました。でそれはなんかジャケット風に撮ろうよって言われて、向こうが、そうですよ、向こうが言って写真撮って、撮ってでなんかいいねいいねみたいな、で共有したんでしょ写真を。そうです、共有して、私ももらいました。あ、もらったんですか。もらいました。ほんでインスタあげるじゃないですか。で一応まあまあ2人のインスタもフォローするじゃないですか。あ、2人のインスタはフォローしてないんですけど、私はそうですね、 X の方でフォローしてるのかな。はい、そうです。上がってないですよね。上がってないです。でも、はい、やば、かわいそう、かわいそうすぎる。かわいそうってやめて。あの、この間のかわいそうってやめてよ。この間のそのだからロケは、この間の学校ロケ、足が止まらない。ちょっと学校ロケの時とかも、さすがにちょっとあのカツラ上げた方がいいんですよ。汗が止まらないの。ごめんなさい、あのちっちゃいトートに入ってるかもしれない。ごめんなさい、トートに。いやこんなね。新一ほんまに、はい、お母さん頑張ってんね。お母さん頑張ってます。うちのあの思春期の高校生の男の子にね、そうですね、ケツとか触られてるかもわからんけど、はい、ケツ叩かれたとか、はい、ね、僕、いやほんで僕ドッキリグランプリが今後そのだから今野呂さん菊池さんでやってるとこあるじゃないですか、ちょっと、うん、ほんでしらっきみたいな、はい、ほんでこの間ゆうちゃみ、ゆうちゃみを、うん、入れたんですよ。だゲストでやるかどうかって言うたら、そのドッキリで、はい、ね、やれへんかったら例えば体重、うん、ね、公開とか、なんかそういう枷があって、はい、で最終的にみんなやんねんけど、うん、やる前に一回かますのよね、はい、でゆうちゃみがやって、なんやったらこれで帰りたいみたいな、はい、そうです、そうです、そういうね、はい、ゆうちゃみさんすごい可愛かったです。だからお母さんに自慢するっつって。えだからこれってだから白木もいらんというか、そのゆうちゃみと3人でちょっとやめてよ、申請しなきーずやめてよ。だってなんでしらきがいないのに申請しなきーずになるのよ。権利だけも一人もいないのに、しらきドッキリグランプリ、それは嫌だよ。しらきが一人もいないのになんで申請しなきーずになるのよ。でもしらき、あの格好したらもうしらきになるわけやから、ね、分かるわけじゃないですか。やめてんな、提案しないでやめてよ。ここがおらんくて、もういい、喋ってなくてもいいから、なんとなく、なんとなく3人並んでたら誰か有名タレントがやっとったらいいわけじゃないですか。やめてよ、はい、ちょっと待って、私は言わせて、喋ってなくてもいいから。だって誰もインスタとか上げへんし、上げへんし、誰も上げへんもんね。いやだからいつか上がるかなと思って見てたんですけど、あの学校のやつ誰か上げました。学校の時のやついっぱい撮ってたじゃないですか。菊池さんとかこうやって撮ってたんですよ。野呂さんとかこうやって、うん、あれ上げました。あの上がってないと思って撮ってはいたよ。でも一番気付けなあかんのは、うん、まあ、白木さんは違うけど一発屋芸人、これピスタチオの意地違いってたんけど、はい、一発屋芸人しのめむくっていう、はい、でそれが瞬間風速で、最大瞬間風速でモデル界隈、はい、グラビアの子界隈で流行んのよ、はい、で言うたらその人らが自分で白目向いてインスタ上げるの、 SNS 上げるのよ、はい、ほんで局出入りした時にファンなんですって言って写真撮ってください、うん、で一緒に白目向くみたいなのがわって自慢できる、はい、言うたら、はい、いや、それがまあ白木さん存在や、うんうんうん、でその伊地知が言ってたのは、それからその白目がブーム去って、うん、2年後3年後、うん、廊下で当時写真撮ってくださいよって言ってた、うん、モデルさんと会って、あ久しぶりって声かけようとしたら、うん、一個もこっち見んと去っていくんです。伊地知さんかわいそう。悲しいけどちょっとなんか一言に思えない。わかる、あー一言じゃないこんなの。だからあーしらきっていうのと一緒に撮ってる自分が好きみたいな。よう言ってくれました吉野さん。僕ねこれ我慢してたんですよ。言ってくれ新一。僕言う我慢してたんですよ。しらきさんって横にしらきさんを好きって言うとけば自分めっちゃ可愛く映るみたいな。わかる。いや、わずちゃん、言いました。なんで若槻さんが、若槻さんに教えてもらったんですけど、2人は1個もインスタに上げないって。ほんで、すごい、はい、すごい。え、それ待ってんすか？待って。ちょっと、私が告げ口したいんだけど。いや、野呂
ロちゃんと菊池亜美さんはインスタ載せてないです、うんうん、知ってたでしょ。いや、はい、知ってて、いつかあげるかなって待ってはいるんですけど。まだ待ってるね。でもね、まだ待ってる。案外だってオフショット撮ったんだもんね。そう。ね、どちらかというと自分で一緒に撮ろうって言ってないし、一緒に撮んなきゃいけない。揉めないでよ、それは。言ってないしとか言わないで。いや、違う。なんか、まあ、誘われて。撮ってんすか、ズラ。ズラ。あまりにも熱くて。あまりにも熱くて。熱すぎて。かわいそう、かわいそう、かわいそうすぎる。私が言うのは、はい、僕が言うのはそのだから白木さんってこういうキャラクターやから、白木さんの横におったら誰でも可愛く映るっていう存在になっちゃったんですよ。だからもうアクセサリーとして今使われてるんですよ、うん、タレントさんに、うんうんうん、はい、写真撮ってください。ほんまは白木さんのこと多分好きって言ってるのほんま数えるぐらいしかおらんくて。私好きです。嬉しい。若槻さんと国崎ぐらいでしょ、はいはい、ほんまにその2人ぐらいなんですよ、本気で言ってんのって。行きましょう、一緒に。でもほんまにインスタ載っけてないじゃないですか。ほんで、あの、若槻さんね、適当に白木さんの言うけど、白木さんの私服知らないでしょ、はい、あの、水木しげるのキャラクターの T シャツ着てやってくるんですよ、はい、ありがとうございます。かわいいじゃないですか。何展示会楽しんでんだよ。いやいや、すいません。ありがとうございます。だってただって聞いてんもん。だっておいしいって聞いてんもん。わ、これ見てください、これ。一応宣伝だけ。優しいな。ありがとう。ハンバーガー、おいしそう。チーズバーガーとチキンバーガー。チキンバーガー。うわ、すごい。おいしそう、ね、食レポいいですか。はい、チーズさん。はい、いただきます。チーズさん、いただきます。うん、うまい。おいしいち。おいしいち、はい、これだから不思議なんですけど、うん、最近新一関西で上沼さんとか窓川さんにハマってるらしいんですよ。俺噂聞いたで。すごい、ほんまにハマってるというか、番組呼んでいただいてて、上沼さんから可愛いとか言われたり。上沼さんは唯一僕のことしんちゃんって呼んでくれる。はい、しんちゃんっていう人いないんですよ。いてないよ。しんいちとか、うん、おいとか、お見送りとかばっかりなんですけど、うん、しんちゃんってよかったね、はい、関西出身やし、はい、親孝行。ほんまに僕もまあ普通にお会いしたかったっていうのがあったんですけど、うん、めちゃめちゃ上の人にすごいハマんのよ、はい、意外とキャラクターと実際がねまた違ったりするからみんな喜んでるん、はい、まどかさんも、まどかさんもやっぱり。じゃあいただきます。あ、まず、どうした？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 これは本当に肉がキラッとしてて、おいしらき。いやいやいや、もう途中でコメント諦めて、おいしだけでおらすやめてください。おいしだけ、おいしだけ。いや、おいしいですよ。パンもふわふわ、バンズも。うまい。おいしいですか。おいしいです。めちゃくちゃおいしい。はい、ね、かわいそう。終わらせようとしてる。終わらせないでしょ。もうそれ以上。できへん。逃がしてくんない。すぐ捕まえる。ええ、もう。すぐ捕まえてくる。いや、だから白木さんはどうなんですか、芸能界最近楽しいですか、やっぱ東京で。会わない。お笑いの人以外でも仕事するじゃないですか。そうですね。やっぱ楽しいよね。そうですね。いろんな人いて面白いなって思いますね。なんかそのなんかでもやっぱちょっと、うん、変どうしたんですか。いや、ちょっと変な人だって多分思われてるから。はいはいはい。そうですね。なんか普段なんか気づかれない方がいいなと思います。私が変な人だと思われてるから、あ、その一般の人から、うん、か絡まれたらちょっと嫌だなと思うんで、変な。あ、そっかそっか。あ、じゃああんまりそこまで有名にならない方がいいってことですか？絡まれたら。あの、素顔がバレない方がいいのかなって勝手に思ってます。仕事とプライベートをちゃんと分けたいって感じ？まあ、でも面白いことがあればいいか。どっちなんですか？パーコさん、こんな強い。たんでたの今。今たんでる。お母さん。やめてよ、そういうこと言うの。やめてよ。若槻さんの展示会の初日前に、はい、タン出すのやめてください。12時オープンなの。やばい、時間が。11時50分。あ、やばいやばい、時間が。なんでそんな早く来てるの。いやいや。今日私、あの、東野さんとか若槻さんに。あ、これだ。
これプレゼントあげたくて。贅沢あるよ。トートバッグ。ね。これ売れてんじゃないの？ワッフェアメ。これまだ発売してないんですけど。ありがとう。すぐ売り切れちゃいますよ。あと、白木さん。あの、T シャツ。T シャツサイズ何ですか？L とか XL なんですけど。L か XL。あの展示会のとこ端っこの方にハンガーかけてたんちゃいますか？やめてはおかしいです。やめてはおかしいです。やめておかしい。そのいやできないですとか、やめては。普通のやつか普通の XL かこっち、あの、ああじゃあ XL でね。このビッグシルエットの L かどっちがいいですか？ビッグシルエット。そんなもんの？どっちかのビッグシルエットのデザイン。なんでうちのブランドよりサイズ展開あるの？いやそうなんや。ビッグシルエットか普通。そうなんや。じゃあ若月さんビッグシルエットですか？ちょっと着させていただきますんで、はい、してください。ありがとうね、本当に。ありがとうございます。これ、はい。もう髪型はもうだって角刈りこれからやっていくんでしょ。いやでもちょっともう伸ばしたいな。なんで？でもいやその角刈りおばちゃんの時だけカットする感じで。あ、なるほどなるほど。はい、RG が細川たかしさんのモノマネする時みたいな感じ。あ、そうですそうですそうです。っていう感じか。ほんまに若月さんって好きですか？白木さんのこと。そのなんかいやほんまにじゃだって言ってこっち宮下さん宮下さんこれひどくないですか今もらったやつそのままちょっとほんまかどうか知りたいだけで僕は違ういやでも忙しくても今忙しいのオープン前でじゃあ普通っていただいたら ありがとうございますちょっと出ますって言って事務所戻ってこポって入れません、うんここ置きます。忙しいから。ここ。今忙しいのよ。じゃあ忙しくてもってマナーの話。違う。その違う違う。ほんまに好きか。忙しいから。多分若月さんも独立して不安なんじゃ。とにかくいろんな人にええ顔したい。ほらアクセサリー。アクセサリーになってるから。アクセサリーや。若月さんは違う。アクセサリーや。若月さんはアクセサリーじゃない。違う。え、だってそういう人じゃない。これ全然ショックじゃないですか。そういう人じゃない。これそう。そういう人じゃないんだって若月さんは本当に。だから後で渡したら若月さんに。そうじゃあ渡しましたよ。大丈夫大丈夫。じゃあ今渡したよ。いや今忙しいから呼ばれてたから。じゃあ呼ばれてたとしてもあっちバーって持っていくって。オープン前でね。本当にバタバタして。あと8分で始まるから。やばい始まっちゃうから。ほんま？そう。いやいやでもちょっと信用できん。久しぶりにお会いして元気出ました。楽しかったです。ありがとうございます。新一もねちょっとドッキリグランプリぐらいですけども。はい。あのなんか。水曜日のダウンタウンでも大活躍で、いやーありがたい、みんなで言っててやっぱり R1 グランプリで一番頑張ってるのし結局進出しちゃうのみたいな、いやありがとうございます、うん、いやでもマルコポロリのおかげもめっちゃあります。いや本当に、はい、マルコポロリほんまグレープ評判悪いんですほんまに悪いですよ東野さん、これ一回言っとかなあかんと思って。いやそれサンドイッチマンさんの派閥が大嫌いだけやろ、俺らのことだから。わらふじなるほうがほんま文句言ってます口笛か口笛、あいつ芝居太郎か。いやいやほんまにマジで文句言ってますマジで文句言ってね、はい、ちょっともう二度ともちょっと口笛できんってことでアンテレできんですからファリアもどうぞ、はい、成長に扱いますんで、はいはい、ぜひお願いします。ありがとうございます、はい、特別に来ていただきました白木さん、そしてお見送り芸人しんいちさんです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。